観や社会通念にとらわれない配信者たちは空腹を満たす行為を視聴者に見せつけ銭を得る。時としてコメントによる誹謗中傷、キラコメを浴びながらキャメラの前で物を食べる孤高の行為。この配信者の食こそが究極の人間観察と言えるのである。お盆を迎えた今日の慎吾は白装束に身を包んでいた。慎吾はマジで腹が減っているネタ振りを始めた。機関車慎吾は空腹の蒸気を口から排出した。ベルトを取り出した慎吾はたびたび蒸気を排出しては次なる展開を煽った。膝を強打するも表情を変えないダンディー慎吾。出前なんてものは届かないエリア外。ダンディーの家は配達エリア外だった。めっちゃ賞味期限切れてないよ。食えるかなこれ。食えるかこれ。セブンイレブン金のハンバーグ。慎吾は秘密の場所から半年以上経過した賞味期限切れの金の直火焼きを取り出してきた。いけるかこれ。いけるか否かは慎吾の判断に委ねられた。調理方法、あ、電子レンジでいけんだこれ。500から600ワットは電子レンジで3分20秒やるだけでできるって。幸い関家には電気が開通し電子レンジも備わっていた。じゃあこれ作ろっか。これをレンジでチンして上に目玉焼きをトッピングする。これ発明家の慎吾は新たな創作料理に取り掛かるべく母ヨシエの聖域であるおかって移動した。卵というか目玉焼きの上から。どうも。ところでちょっと賞味期限切れてるんですけど、これ作ろうかなと思います。これを作るために母ヨシエの聖域に足を踏み入れた慎吾。じゃあまずご飯から温めようかな。ご飯で飯を作るんです。慎吾の不穏な動きを察知した母ヨシエ。飯作るから俺。飯を作るから。飯何？飯を作るから。だから、うん。いつもならお勝手を使うと激怒する母ヨシエ。飯作るって言って怒んない。どうしたんすか。お勝手じゃねえだもん。え、禁止してる場所なんで。いや、あのフライパンも使います。ごめんじゃダメだよお前。軽く怒った母ヨシエ。まあ、とりあえずまずねご飯をレンチンしてから。これどうしたらいいんだろうこれ。どうやってレンチンするのこれ。皿に開けんのかな。調理法を解き明かしていく白装束の慎吾。これちょっと切った方がいいのかな。爆発しないこれ。視聴者は白装束にデミグラスソースが飛び散る大爆発を期待した。熱いなご飯。熱っ。慎吾は電子レンジからレトレトご飯を取り出し金の何かしらを格納した。卵を焼きましょう。目玉焼きをまだだいぶ油残ってる。あ、でも全部結構使ったな。でも先祖代々継ぎ足しで使われた謎の油を再利用するエコロジー慎吾。あ、ミスった。やべえ、なんか油の色がなんか黄色いんだけど大丈夫かな。
油の色黄色いけど大丈夫？油が黄色い。油たっぷり低温調理。全く食欲がそそらない。黄色いっていうか茶色っていうか。だからこの油多分どんぐらい経ったの？1ヶ月ぐらい下手したら経ってるかもしれない。ひと夏寝かせた茶色い油。卵がグロテスクに成長していく。あーっと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 。攻撃してくる目玉焼き。確実に敵対視している。うわ、完成。腹が減った。ここで冷えたコーラですよ。決まっちゃうこれ。じゃあいただきたいと思います。デミグラスソースをね、こう卵を乗せて。シンゴが顔をしかめ、うまいと報告した。うまいけど、もうちょっと塩かけると完璧だと思う。シンゴは震える手で塩をガン振りし、味の完璧を求めた。それでこういうことっすよ。こうデミグラスソースのことたっぷりかけて。あ、これだわ。やっぱシンゴは劣楽の表情で味の太鼓判を押した。これだわ。そしてシンゴの食欲メーターは完全に振り切った。これっすよ。毛穴が震撼する。容赦ないシンゴ無双。このご飯はね、かっこいいのかな。機関車シンゴは石炭に見立てた米粒を豪快に口へ運んだ。あー決まる。これ決まった。劣楽の石心。信吾は茶色い波を豪快に頬張り続けた。このうわ、黄身がひみっちゃってるこれ。信吾は完全に決みっちゃっていた。ああ、黄身デミグラス決まるこれ。最後にね、とっておきの食べ方しようか。このハンバーグがちょっと残ってます。これをちょっとこうやって砕くんです。ハンバーグの砕かれたやつがこう混ざるわけです。これぐらいがおそらくベストだと思う。で、これを吉江さんにあげます。ふざ。最強のご飯です、これ。食べてこれ、多分美味しいですよ。味は間違いない。ボットン便所丼ですよ。気持ち悪いこれ。うんこみたいでしょ。ビビうんこ。でも多分普通にガチで美味しいですよ。あんま混ぜないで。何が？じゃあそれぐらいがちょうど俺多分混ぜるね、ベスト。多分ね、ちょっと完全に混ぜないぐらいが多分美味しいと思うんだ、このボットンペンジョの。ちょうど美味しそうなぐらい俺混ぜといたら、これ以上混ぜたらもう多分